チャンネル出張編。はい、私は今神奈川県に来ております。今日は秋冬ウェアの納品に出張サービスに待ってまいりました。イエイ。ということで、はい、ここはですね、フォリアモンティエビチ、読めたね、フォリア、もう一回とこ、フォリアモンティエビチさんに来ました。10月にね、新しくオープンしたお店で、私ももちろん今日初めて、お店にお伺いするんですけれども、初めて降り立ったこの湘南の土地を少し案内してくれるということなんで、張り切って自転車持ってまいりました。今日はショップのご紹介をさせていただいて、その後ちょっと、そう、湘南の湘南ライドを楽しみたいと思います。レッツゴー。なんかね、お家の一角を、一角っていうか、まあ、お家を改造してお店にしたみたいな感じの内装になってるんで、すごい素敵じゃない？見てこれ。ということで、フォリアモンティエビチさんやってまいりました。オーナーの栗原さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ご夫婦でショップを運営されてます。素敵ですね。ちょっと私もね、ご縁がありまして、何度かイベントにも参加していただいたりとかでね、交流があったんです。で、今回この10月に神奈川県にショップオープンされるということで、私のね、ブランドを置いていただく、この置いていただけることになったんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、9月ですよ。9月でした。私オープニングでも10月って言って、9月です。ここに米印で9月にオープンですって書いてますね。はい、早速ですけど、私のウェア置いてもらってます。はい、ということで、ちょっとショップの紹介をしていきたいと思います。どんなお店なんですか？もともとは、はい、私たちはヴィンテージの自転車に乗ってるというところで、まあ、こちらにありますけれども、大体古着っていうふうになっちゃうんですけども、こういうものを目指してやってましたが、やはり自転車に乗る人たちってどうしてもその間口が狭いっていうのがあって、うん、まあ、妻も自転車に乗ってるんですけれども、結構バンディーテラーとか来てますけれども、で、女性にも、楽しくなったかということで、うん、あえてそのミディウェラさんのような可愛いで、あと、まあ、こちらにもありますけど、すごいド派手なやつとか、ソックスね。そうですね、すげえ、下はそうでもないんですけど、上になるとなんか、ね、すごい素敵な。めっちゃバナナの可愛いんだけど。そうですね、あと、方法としては女性に乗って楽しくなってもらおうというのと、あとはヴィンテージの人たちにも来てもらおうかなという感じです。はい、ありがとうございます。なので、このショップは自転車屋さんではないんですけど、自転車にまつわるいろんな、グッズですよね。ウェアだったり、こういう小物だったりとかを売っているお店になります。はい、なかなかでもないですよね。ウェアもさ、こんな、わかるかな、見てこれ、めっちゃ可愛くない？こんな、これでも機能的にはどうなんだろう。めっちゃニットですけど、そうです。夏は大丈夫です。むしろ夏に着てもらった方がいいと思います。あのね、なんだろう、そのくらいのやつだとウールは100ではないんですけれども、ウールが入っていると夏場は意外と通気性いいです。へー、そうなんや。そう、ご主人がとにかくすごくヴィンテージオタクでね。ヴィンテージすごくオタクで、その前にご一緒させていただいた時もヴィンテージ話が止まらなくて、本当に好きなんだなっていう感じだったんですよ。で、もちろんはお二人を自転車乗ってらっしゃるんですけれども、黒森がね、大好きなんですよね。黒森オタクがもう総じてこうなったみたいな感じですよね。そうです。で、私もさっきちょっとお店に入る前にチラッと自転車見せてもらったりしたんですけど、後でちょっと紹介しますね。いや、なんかそういうオタッキーな人にもぜひ来てほしいですね。はい、自転車談義ができるので。
そういう人ぜひ来てください。イタリア、イギリス系の小物が多いんですか？このベロバチか、うん、そうですね、まあ別にあまり気にしてないんですけど、自分で、あ、これだって思ったやつを、はいはい、あの入れさせていただいてる感じですかね。へえ、まあ、テラスが素敵なんです。あ、何これ紹介してもらえますか？あ、どうぞ、よかったら、首ボタンの昔のジャージです。1920年代はこういう形でやってたということらしいです。なんで、なんで、1920年代はこういうサイクルジャージが、そうですね、まだあのジッパーがなかった時代なんで、これ1920年代に作られたジャージ？違います。復刻したもの。だよな、1920年ものにしてはさ、と思って。それはないですね。復刻したもの。それはないって突っ込まれました、はい、復刻版らしいです。そうですね、今でもイタリアで作ってるみたいですね。ちゃんとだ、でもちゃんとその時代からさ、ほらサイクルポケットはあるみたいです。へ、うん、こだわりがすごい、復刻版。なんか普通の服に着ててもおしゃれですよね。そうですね、あの我々も面倒くさい時は大体、うん、普通の服に着てても、はい、全然おかしくない。てか普通に欲しい。めっちゃ可愛いです。でもサイズはでも一点ものですよね。そうですね、一点しかないから、うん、合う方っていう感じになってくるけど、ね、うん、なるほどね。掘り出し物を見つけにぜひ来てほしいですね。そうですね、お手洗いも、あの、更衣室もあるので、ふらっと遊びに来てください。でもね、あれですよね、あの、営業日は。あ、ね、営業日が本当少なくて申し訳ないんですけど、水曜日の、はい、11時から、夜の7時と、あと土日の11時から、17時ですね。で、休日と振り替え休日はお休みという、ほとんどやってないことを。はい、あの嵐の時とかはやめちゃう時があります、うん、結構ね、葉山ね、風すごい時が多いんですよ、はい、あ、そうなんですね。そう、特にそのリムハイトが高い自転車だと横に倒れる人が結構いるので、はいはい、なるほどなるほど。そういう定期便情報、インスタグラムとか SNS に、ね、はい、そうですね、掲載されてますよね。そうですね、はい、はい、ということで、あの概要欄で貼っておくので皆さんぜひインスタグラムもチェックしてください。ということで今日は栗原さんがですね、サイクリングに連れてってくれるみたいなんで、湘南を走っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかくやからね、あんまり普段はしないんですけど、あのほらヴィンテージ好きっていうことでね、やっぱり乗ってる自転車もヴィンテージなのよ。で、いや私写真でしか見たことなかったんですけど、これで実物みたいな、ずっと思ってた自転車を今日持ってきてくれたみたいなんで、今日これ乗ってくるみたいなんで、ちょっとね紹介見てしてもらおう。これ紹介していただいていいですか？いや俺、はい、見てこれベローザの、これ何年のやつですか？35周年なんですけど、はい、1989年に作られた、まあ、あのね、お生まれになってないぐらいだと思いますけれども、はいはい、89年よね。そうですね、はい、そうですね、そうですね、はい、そうですのに作られたベローザの黒森のバイクなんですって。こんなの見たことあります？皆さん、これだから日本に1台しかなかったんですよね。いやいや、そんなことない。それはないですけど、まあ、それに近いかなと思います、はい、で、まあ、あのブレーキが殺されこう、シーレコのイカブレーキ、シーレコやって、スーレコじゃないよ、シーレコよ、ね、すごいすごい、イカブレーキと言われてるやつですが、これはあのまあまあ普通に止まるようです、まあ、であとは、こんなとこにも隠れて、ハートがついてる。見てこれめっちゃ可愛いね。こんな感じですね。このここの部分なんて言うんだったっけ？ヘッドパッチ。そうだ、ヘッドパッチ、そう、ヘッドパッチ、ここ聞こえてない？カットカットカットで見てここヘッドバッチここめっちゃ可愛いでしょ。でここにもさっきハートあって、あとここか、このチェーンステンのところにもさハートマークがあるんですよ。あんなところにちょっとだけまたがらせていただいたの。見てここ、ここでギアチェンジするんだよね、昔のやつ知ってる？みんなその年代の人はさ、おーってなるかもしれない。もしかしたらこんなところでさ、自分でさ、自分のさじ加減でさ、グーって落としたりとかしてギアチェンジするんですって。これちょっと私はーとか言いながら乗ってたんやけど、さっき、いやマジでこれ感動して、綺麗なバーだから本当にフレームよ、とっても感動しました。また皆さん見た方見せてもらってください。で今日はこれ、あの奥様の方がこちらに乗られて、でご主人の方はこちらなんですよね、はい、ガザレッティ自転車ですけど、はい、元々ガルボッティっていうところが作ってたそうで
バルボッチ、はい、なんとかボッチみたいなね。そうですデータロボッチ。チネリとかも実はこの人が作ってたんじゃないかっていう人らしいです。へえ。昔のね。でその人はどういう人かっていうと、ちょっとね、あ、これ作った人らしい。あ、自分の入れちゃった。そう、自分の肖像画をここに入れちゃった、ね、ちょっとね、あの個人的にはどうかなと思うんですけど。すごいナルシストじゃん。そうね、そうですね。あ、これラザレッティですね。これじゃないですか、ね、70年ぐらいの年季が入ったバイクらしいです。そうですね。いやでも黒森の中もいいとこがめちゃめちゃ出てますよね。黒森 だからその70年からずっとさ乗り続けられるってことでしょ。そうですね、そうですね。そういうことですよね、うん、劣化はまあ、うん、あのいろいろと錆びてたり、うん、まあ、色が落ちてたりとかはしてますけど、うん、でもこれなんかこれも味ですよね。そうですね。カーボンバイクがこんなことになってたら乗り換えたら、そうですね、もう乗り換えたらって言うんですけど、うん、黒森だとねこういうとこもちょっとやっぱ味が出たりとかして、ね、だからそういうヴィンテージ感がもうやみつくでやめられないんですよね。そうですね。じゃあ今日はこれに乗って、はいはい、サイクリング行きたいと思います、はい、あ、ねえやん、サコッシュもらったよ。ねえやにサコッシュだそうです。お礼言っといてね。はい、じゃあレッツゴな。兄ちゃんはできなそう。なるぞ、モテキ。来ない。来るね。It seems destiny calling, breaking to my heart, so hard to forget your face.おめでとう。一人一人に今ここ幸せ、マウントレーニア。すごい、土日はね大体空いてます。土日はね、はい、ガバッと空いてるんですけど、普段はこんな感じです。すごい。葉山自転車市場に来ました。葉山市場自転車、葉山自転車市場、はい、葉山自転車市場にこれはビアンキ連れてきてもらいました。あれビアンキ、ビアンキ、あ、これ、あ、これビアンキ、あ、ビアンキ、はい、ジーノバルタリっていう選手です。その頃の1935年ぐらい。店長名前なんて言います。あ、僕は店長じゃないです。あ、店長じゃないですね。休みな、今日お休みなんですね。そうそうそう。今日は柏木です。あ、柏木さん、こんにちは、お邪魔してます。このお店は、黒森ばっかり置いている感じですか。そうですね、うちの店長がもともとはね、カーボンの卸とか、はい、自転車選手に供給とか、はい、そういうのをやってたんですけど、はい、
まあ、今のは分かんないですけど、当時のカーボンをすぐ壊れて、はいはいはい、3年ぐらいで大抵お釈迦になっちゃうんです、ね。黒森の自転車は、これが店長が乗ってたやつなんです。店長のどれですか？コルナゴのマスター。はい、あの20年経っても全く変わらない話走りをしてるので、うん、あの黒森にしちゃおうって。黒森でいいのはやっぱり黒森がレースで走ってた時の黒森。ああ、なるほど、はい、そこにこだわってこの自転車をオープンされたんですね。あの、はい、あの今の黒森ってどっちかっていうと古風な自転車が好きな人のためにメーカーが一応作ってますみたいなものが多い。90年代ぐらいまではもう本当に勝つために作ってますね、うん、走りのキレとかが全然違う。1900年ぐらいから1993、4年ぐらいまで、あの商品のレンジ。あ、なるほどなるほど。だから当時レースで使っていた年式のバイクばっかりを取り扱ってる。そうです、まあ、街乗りもあるんですけど、はい。でお客さんの要望に合わせて、あれちょっとさ探してほしいとかいうのがあれば取り寄せたりとか。時間は、ね、はいはいはい、あの2週間で見つかる時もあるし、はい、3年かかる時もある。どうやって探すんですかそんなの。いや、頑張って探す。頑張って探すんですね。これすごい、すごい。あ、これもね、レーシングバイクなんです。これなんか私さ、なんか 見ますね。絵で見たことある。絵で。これはね、あの当時ものじゃなくて、レプリカで。あ、へえ。大体ね、1900年ぐらいまでこの自転車がレース用自転車として使われてる。へえ。これ？これがレース用？いや、これこれこれ。あ、これ？あ、こっちか。マジ？これ見えるかなこれ？あの、昔の選手が乗ると、時速50キロぐらいで。はい、これでこんな小さいのと大きいの組み合わせて、はい、あの車輪がでかければでかいほど速い。そうですよね、前輪のところね、昔のギアのよくひっくり返すやつとか、あとこの間初めて知ったんですけど、オイル垂らしてるって言ってましたね、これで。あ、そうやって、これがでテンションを緩めて、でこれで変える。ただこうやって回しても変わらないんで、こっちに回すの。何それ、面白い。すごいギアじゃないこれ。ほんでもう一回、あのギアの名前言ってもらっていいですか？カンビオビットリアマルゲリータ。はい、カンビオビットリアマルゲリータっていうギアだそうです。まだカンパニオロが存在 しない時代の変速機。え、なんかコンポ何って聞かれたらそれちゃんと答えるんですよね。カンビオビットリアマルゲリータ。コンポカンビオっていうのはね、あの、うん、変速機っていう。あ、そうなんですか。ビットリアっていうのがブランドの名前で、はい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 、うん、のモデル。すごーい。オスタイプのブレーキ。すごいな。何それ、それで止まるんですか？止まらないです。止まらない。止まらないそうです。これがさ、元祖のプジョーのマークだそうです。すごいな。これはだいたい1912年とか。1912年のそれぐらいの。うん、すごい。これも、え、何、もう売約済みですか？これはお客さんので、あ、お客さんのもの。カスタム以来で入って。あ、カスタムするんや、うん、いやー、すごいな。大丈夫。これはすごい、すごい。ライこれ。かっこよすぎ。ちょっと待って、すごいねんけど。これ純正でこれがついてるってことですか？もちろん、プジョーはみんなこれがついてる。いやー、すごいな。すごいね。昔はね、本当にね、1台にこの自転車作るのにかける手間がね、すごい。あ、そういうこと。ペダルの横も抜いてあるのが、ペダルもそうです。で、これはね、本当はブレーキが もともとこれトラックレーサーなんでついてないんですけど、はい、あのコースターブレーキって言って、バックペダル踏むと止まるブレーキをあのつけてある。ペダルもすごいな、これ。ペダルもかっこいいじゃん。うん。あ、そうだね。なんかかわいい。この抜きとかが、あの。
はい、帰ってきました。楽しかったサイクリングから帰ってまいりまして、私はフォーリアモンティエビチさんでちょっとお買い物をして、そして帰ります。帰りたいと思います。ちょっとしか今日走ってないけどさ、海沿いのいいところを走り、レトロなショップに連れて行っていただき、 CM を再現し、なんかレトロですね今日だから。あ、そうですね、人間もレトロですけど上手、私より上手かもしれない。三浦半島に来た際はぜひって感じですか。じゃあ、まあ、あの神奈川に来た際はぜひ。あ、そうですね、そうですね、はい、神奈川に来た際はぜひ皆さんこちらのフォーリアモンティエビチさんに来てください。秋冬ミリベラウェアも入荷しています。はい、ということで、いいなと思ったら高評価とそしてチャンネル登録をお願いします。あ、栗原、今日一日ありがとうございました。ありがとうございます。また次回。